はいどうも、山さんです。ということで、今日はね、年末最後の、デザイナーさん紹介動画を撮りたいと思います。まあパッと見た感じでもね、こんだけたくさんデザイナーさんがいて、まあ、20名余裕でオーバーしてるというね。本来最初10名の予定だったんですけど、あまりにも素晴らしいデザイナーさんが多すぎて、ちょっともう枠超えちゃおうと思って、頑張って撮りたいと思います。で、まあこの動画はこういう協力してくれてるデザイナーさんがたくさんいるおかげで撮れてるので、マジで感謝です。プラスそういうデザイナーさんがいるおかげでこの動画撮れてるので、誹謗中傷等のコメントはないようにお願いします。まあね、僕自身に何か言う分には構わないですけど、はい、協力してくれてるデザイナーさんに関しての誹謗中傷コメントはなしでお願いします。あと、なんか僕はこういうこの方の作品が好きでしたみたいなコメントとかに書いてもらえると、多分そのデザイナーさんたちのモチベーションにもつながると思うので、ぜひね、コメントくれたらなと思います。ということで、それではやっていきたいと思います。はい、ということで、1人目善さんです。はい、やばいっすよね。まあ多分知ってる人からしたらもう、ああ善さんだやばいねってなると思うんですけど、とりあえずやばいデザイナーさんです。昔からね、結構FF 内で絡みも出してもらってて、もう僕がデザインやったりやめたりとか繰り返してるのにもかかわらず、こう仲良く接してくれてる、もうめっちゃ心も広い方ですね。はい、ということで見ていきましょう。はい、とりあえずこちらですね。もうやばいっすよね。色の使い方がマジ綺麗ですよね。いろんなこの鮮やかな色を使ってちゃんと合わせてるっていうのがいいっすよね。なんかその全体的にもコントラストがめちゃくちゃ、なんかその一部だけ濃いとかなっちゃうじゃないですか、こういう時って。まあ僕はなっちゃうんですけど、まあ、それをちゃんと整えながら、もうデザイン性がやばいっすよね。余白の使い方もうまいし、いやーこれやばいっすね。でちょっと見ていってほしいんですけど、これプレミアムアイコンって言って、まあ、プレミアムアビって言って、そのよくクランとかの時って色だけ変えるパターンあるじゃないですか。じゃなくてこの場合は色もちゃんと見てもらったら分かるんですけど、このちゃんとクランの象徴カラー、まあ、各メンバーの象徴カラーを入れながら、素材も全部変えて、背景も、テクスチャーも全て、位置からちゃんとその別のものを使って作っていくっていうやつですね。これやばいっすよね。これ普通にやばくないですか。なんかもうこれやばいっすよね、マジで。いやー、なんかやばいっすよね。まあ今回ね、20人以上いるので、1人だいたい1分から2分ぐらいで喋らないといけないので、もうちょっとね、もう慌ててはいるんですけど、もうこれちょっとやばいっすよね。もう全部やばいっすよね。あと上手い人にやっぱ共通してるの、余白の付け方がもう化け物っすよね。だってもうこんなんとかマジでうまいし、なんならそのなんだろう、 PC の壁紙から携帯の壁紙全部いけるっすよね、こんなんマジで。 Twitter のアイコンでもいけるし、なんかもう化け物じゃないですか。なんか結構そのね、ああいう作る時ってなんかツイッターのアイコンにしか合わないとか LINE のアイコンにしか合わないみたいなパターンがあるんですけど、これ何にでも使えるもんね。これやばくないですか。普通に文字の入れ方も綺麗し、余白の使い方バケモンだし、色合いコントラストめっちゃ綺麗し、違和感ないですもんね。ロゴもちゃんと目立ってるし、こんなんむずくないですか。背景と色合わせてこんだけロゴが目立って、なんかちゃんと主張してるってやばいっすよね。普通に文字の置き方も綺麗し、なんか僕がよくやるデザインは、もうデザインじゃなくて加工なんですよ、僕がやってるのは。まあ無理くりエフェクト入れてなんか無理くり合わしてるって感じなんですけど、もうこれもうちゃんとデザインですもんね。いやー、さすが善さんですさすが善さんです。ありがとうございます、善さん、ありがとうございました。続いては、こちらの方、コズミックさんですね、2人目の方は。で、ここちょっと、2人まとめて紹介させてもらいます。まあ、ちょっとお楽しみに。じゃあまずね、コズミックさんの作品を見ていきたいと思います。まあ、これやばいっすよね。3D と 2D を合わせてるっていうのがやばいっすよね。結構僕、その 3D と 2D 合わせるときって、結構その背景の色をマジでちゃんとしやんといかんし、背景とに、違和感なしにロゴにも色を入れやんとダメじゃないですか、こういうのって。でもそれをちゃんとうまいことまとめてるっていうのがやばいっすよね。いや、なんかこの、なんだろうな、こう壁っぽく、ちゃんとその埃とかもちゃんと交えてたりとか、ただの白じゃなくて、こう白の中にもちょっと細かなこの灰色とか入れたりとか、些細な、なんだろう、これグリッチとかっすかね。もうこれやばいっすよね。ちょっとした細かなところがやばいっすよね。なんか全部ただ置くんじゃなくて、すべての文字にもちゃんとテクスチャーを貼ったりとか、些細な質感を入れたりとか、もうこういうロゴの後ろとかのこの、なんだろう、埃っぽいところ、こういうパーティクルチックなところもなんかやばいっすよね。普通になんかやばいっすよね。いやー、なんか些細なところが全部やばいですね。ただ文字も置くだけじゃなくて、そのテクスチャーだけでもなく、ちゃんとその暗がりを入れるとか暗がりを入れたりとか、そういう些細なところがマジでやばいですよね。そのおかげでちゃんと立体感も出てるし、ロゴの主張もね、ちゃんと出てるし、
全部のバランスが良すぎで次こちらですね。でもこれもやばいですよね。 3D エフェクトの入れ方がいいし、あのぼかしの使い方うまくないですか。あの躍動感出すためにもう動いてるのに見えるもんね。こんな躍動感出すためにこうぼかしの使い方がめっちゃうまくないですか。こう入れるところは、まあ、ちゃんとここ入れて、入れないところは入れないとか、でそうすることでロゴがちゃんと主張されるし、このね、ミカエルっていう文字自体もちゃんとはっきり見えるっていう、これやばくないですか。普通にエフェクトの使い方もうまいし、素材の使い方もうまいし、いやーバランスが良すぎですね。あと余白の使い方もうまいし、なんか些細なところの気遣いがやばいですよね、こういうのって。でこれ後ろからやっぱ光がバーンってこう光ってるってことは、こう文字の後ろにも同じような光が入るよね。ただ白を入れるだけじゃなくて、こうやってピンクとか入れたりとか、なんかこのね些細なこういう気遣いがやばいですよね。だからこうリアリティが生まれるっていうね、こう一体感が増すっていうね、やばいっすよね。で続いてこちらですね。こちらフォートナイトのヘッダーですね。これもやばくないですか。なんかうますぎるんよね。ほらこのほらさっきも言った通り、この些細な光を入れてるこういうところ、後ろがやっぱ緑で光ってるからロゴにも緑いるよねっていう、なんかまあ結構ね、いやまあそれは当たり前じゃんと思うかもしれないですけど、こういうのってなかなかその綺麗に入れるっていうのが難しいんですよね。なんか当たり前かもしれないですけど、結構その光の入れ方が悪かったら見栄えも悪くなるし、後ろから光入ってるのになんかたまに右上から光入れる人もいるし、なんかそういう些細なところの気遣いというか、バランスの整え方がうまいですよね。いやさすがっすわ。でちょっと流れでいくんですけど、続いての方なんですけど、あミスった、こちらの方ですね、スリーピーさんですね。スリーピーさんはこれちょっとなんで2人続けてかっていうと、こちらの、コズミックさんのこちらの作品のこのレンダー部分ですね、レンダー、まあ、キャラクターのレンダーを、作成したのが、こちらのスリーピーさんになってます。で、まあ、デザインの面白いところって、まあ、全部1人でやるパターンもあるんですけど、例えばデュアルって言って、レンダーの部分は、別の方がやって、デザインの部分をまた別の方が やったりするっていう、その協力してできたりするところがあるんですよ。だからデザインってこうそういうところでも輪が広がっていったりとか、なんかそのみんなで一つの作品を作るっていう、結構その何やろ、文化祭ではないですけど、こういうなんかね、みんなで協力してやるっていうのがあったりとかして、結構そういうのもデザインの面白い部分の一つであって、そうやって輪が広がっていってお互い技術を教え合ったりとか、そういうのがあるので、皆さんね、そういうのもぜひやってみてください。でスリーピーさんの作品見ていきたいと思います。はい、これですね。まあ非常に綺麗ですよね。デザイン性がもうあるっすよね。こういうなんかポスターとかってむずいんすけどね、うまいっすよね。ちゃんと後ろにジェットって入れて、でレンダーも作ってて、いやうまいなマジで。これとかもやばいっすよね。なんかきめ細かすぎるもん、全部がやばくないですか。こんなきめ細かくて、いやーうまいな。こういうパーティクルもちゃんと入れて、火花散ってるように見せてさ、こう近未来感がある。まあバロラントってもう圧倒的未来じゃないですか。それに合わせてるのがそのすごいっすよね。やばいわ。いや俺もこういうのできないから何がどうするかは分からんすけど、お前もうレンダーとかを作ってるっていうのがまずやばいっすよねこれとかもやばくないっすか。なんかこの躍動感がいかついっすよね。こう躍動感 VTuber やもんね、もうこれやばいっすわ。いやー本当にスリーピーさん実は言うとね、今日ね、本当に本日出演してくれませんかって言って、もともと FF 会やって、でコズミックさんが実はレンダーはスリーピーさんに作っていただきましたということで、確認のね、使用していいかっていう、その YouTube 上で上げていいかっていう確認の許可を取りに行ったついでに、もしよろしければ出演していただけませんかって言ったら、心よく OK してくれて、とてもいい方ですね。もうありがとうございます、スリープさん。今後とも、仲良くしてくれたら嬉しいです。こちらの2名でさ、ありがとうございました。続いての方はこちらです。メモカさんですね。メモカさんも非常にうまいし、うまいです。もうなんかうまいです、とりあえずまあもう見てもらったらわかるですね。こちらマニプ作品ですね。もうマニプはやっぱみんななんかすごいっすよね。マニプってやっぱお菓子の使い方とか色の合わせ方とか結構難しくて、まあやろうと思ってなんかパッとできるようなもんじゃないんですよね。本当になんかちゃんといろんな人の作品を見たりとかして、お菓子の使い方、影の使い方、色の合わせ方とかを学ばんとダメなんですけど、いやー非常にうまいですよね。あと何がすごいかって、なんかいろんな色がこう交わってるのがこうもっとリアリティが出て幻想的な空間が生まれてて、なんかいいっすよね。なんかなんだろう、ジブリっぽいっすよね、こういうので、こういう些細なぼかしとか入れたりとか、ここの右をまあ暗がり入れたりとかで、そうすることによってこうやってね、真ん中のロゴがちゃんと目立つっていう、これもうすごいっすよね。でロゴにもちゃんといろんな草の素材とかを交わらせて、こう木にひっついてるようにね、見せるっていう、いや非常に素晴らしい作品ですね。でこちらももうこれもうやばくないですけど、ロゴ自体がもう岩になってるもんね。これなんかその
なんて言うんやろうね、こう岩の素材があるわけじゃないんですよ。もともとこういうなんかいろんなフォントとかがあったりして、それをちゃんと岩っぽく削ってるんですよね。で削った上でそう岩っぽいテクスチャーを置いたりとかして、さらにリアリティを出してるっていう、これやばくないですか。だからなんかよく初心者の方がこういうのってなんかそのこういうフォントになる素材がロゴ岩っぽくなるフォントがあるんですかとかよく言われるんですけど、じゃなくてちゃんとこういうのって自分で削ったりとかしないとダメなんです。消しゴムで削ったりとか、フォントの形を若干いがましたりとかしないとダメなんですよ。でそういうのでちゃんとテクスチャーを貼り合わせてこう岩っぽく見せるっていうのが大事なんですよね。でもこれをなんか普通にやってんのがやばいっすよね。いやレベチスはうますぎる。これ煙の感じとかね、こういうのとかもなんか全部がいいっすよ。こう光とかもね、ちゃんと光をこう右上から強めて入れることによって、ここにもちゃんと光が当たってるよねっていう、影がだから表面の方に生まれるよねっていう。後ろから光が入ったらロゴの表面は若干暗くなるわけじゃないですか。後ろから光入れると普通に考えて、それをなんか、まあ、考えてちゃんとやってるのがすごいっすよね。でこちらですね、なんかこのマニプだけじゃなくて、こういうイラストもできるっていうのがやばいっすよね。なんかすごいよね、こういうのって。まあ言ったらロゴも作れるわけじゃないですか、イラストできる人って。だから何でもできるっすよね。なんか 3D もできるし、イラストもできるってことは、まあ正直イラスト系できるのってマジ何でもできるっすよね。やばいっすよね、普通に考えたらね。いやマジもうさらに今後のなんかもう来年の作品がもっと楽しみになってくるっすよね。もうぜひね皆さん、メモカさんフォローしてみてくださいということで、次の方いきたいと思います。ありがとうございました、メモカさん。続いての方、こちらですね、ライカオンさん。まあライクスさんって僕呼んでるんですけど、まあサバカの方がライクスさんっていう名前だったんで、ずっとライクスさんって呼んでるんですけど、まあライクスさんって呼ばしてもらいたいと思います。ということでやっていきたいと思います。まあ携帯 GFX ってもうここに書いてますね、スマートフォンです。やばいっすね、普通にスマートフォンっていうか、まあ iPad 等になるんですかね。やばいっすね。僕もね最近ペイントを使ったヘッダーを作ろうと思ったんですけど、まあ正直ライクスさんの作品見て感化されてやろうかなと思ったんですけど、まあ無理でしたね普通に。まあこんなね綺麗にねできないっす。です。まあ見てもらったら分かると思うんですけど、やばいっすよね。でロゴの後ろにもちゃんと 2D チックにロゴを置いて、そこにもちゃんとテクスチャーとか貼ったりとかしてて、やばいっすよね。かいや、なんか文字の使い方と素材の使い方がうまいですよね。なんか一つの、なんだろう、文字だけでいろんなこの付け方があるんですよ。まあ立体化したりとか 2D で置いたりとか、テクスチャーを変えたりとか、ちっちゃく置く大きく置くみたいな、こう一つの素材だけでマジで何通りもあるんですよ。それを、まあ、この作品の中にしっかり落とし込んでるますよね。ロゴの後ろにもこうねカーってこう 2D でこう置いてて、でここらにもカーって入れてたりとか、まあ、一つのねこう素材だけでいろんなもやり方があるので、それをまあ見事にこの作品の中に落とし込んでるっていう、まあもう化け物ですね。でまあパーティクル系の詰め付け方もやばいっすね。で次こちら、ゆりさん宛てのファンアートですね。もうこれマジ最初見た時何これと思ったっすね。これやばくないですか普通に。ね、どこやったかな、プロプレイヤーの部分が確かどっかがなんかなんてっけスペル間違ったみたいに言ってたんですけど、ちょっと俺頭悪いんでしょ、どこを間違ったか分かってないんですけど、はい、まあ、とりあえずやばいっすよね。でこういうフォント自体もただ置くんじゃなくて、さっきのメモコさんみたいな感じで削ったりとかね、いやーこうペイントを置いて背景といいちゃんと交えてたりとか、やばくないっすか。いやーうますぎるわ、この色の使い方がいいっすよね。もう白黒緑、この3色をちゃんと使い分けてるっていうのがもう化け物っすよね。でこれ文字の置くところもなんか些細なところなんですけど、こういうちょっとはみ出た部分にちょっと透明でこう緑を入れてる、いやーこういうなんかちょっと文字の置く部分自体もそのゲームに合わせてちゃんとそのゲームっぽくやってるっていうのがいいっすよね。ちょっともう語彙力ないんですけど、とりあえずやばいっすね。もういいでこちらですね、 3D もこちらやばくないですか。こういうペイントの使い方とか素材の使い方、パーティクル系の素材、やばいっすね。なんか飛んでるもんな、全部なんか動いてるもんね。やっぱ上手い人はみんな動いてるように見えるわ。いやーうまいっすね本当に。こういうヘッダーいつか作ってみたいわ。もう無理ですこういうのは。あと発光のさせ方がうまいっすよね。加算発光等の光のさせ方がうまいっすわ本当に。こういうところとかも些細なところなんですけど、こういうね、光の使い方が非常に分かったりとか、まあとりあえず化け物です。ライクスさんありがとうございました。続いての方はこちらですね、ゼドさんですね。それでは、見ていきましょう。ヘッダー、壁紙、ポスターサムネイルの順番になってます。とりあえずまずヘッダーですね。まあもう、まあ見たらわかると思うんですけど、やばいっすよね。
まあちょっとこれに関してはもうやばすぎて、なんかもう何をどう説明していいか分かんないですけど、まあもう多分もう見てる人もうわえぐいなってなってると思うので、まあ多分今視聴者さんと同じ感情で見てます。何も説明できません。とりあえずバケモンです。いやーやばいですよね。こんないろんなけいろんな素材使ってちゃんと作品の中に落とし込んでるっていうのがやばいですよね。光や影の使い方がうまいですよね。ちゃんとここら辺光らしてさ、その左上から光入ってるから右の方が暗くなったりとかさ、些細なところがうまいですよね。いやー化け物ですよ。もうこれはもううますぎて何も言えないです。で続いてこちら、携帯のね、壁紙になってますね。いやって感じですよね。いやーやばいわマジで。余白の使い方もうまいし、なんかもう、なんなんこれ。なんなんこれ。やばくないですか？これどうやってこんなガラスっぽくなってんのこれ。ロゴ自体もどうやったらこんなガラスっぽくなるの？いやって、透明やもんな。もう、明らかガラスやもんな。これ見たら。いや、すごいな。ロゴがガラスになってるんよな。どうやってんのマジで。ね、この、あのジェットコースターの枠組みみたいなさ、こういう。鉄のね枠組みロゴの周りにも置いたりとかして、いやすごいな。これもう見れば見るほどやばいんですけど、ちゃんとロゴにこうロゴから出てる部分とロゴの後ろに入っていく部分でこっちは分かれてるっていうのがもうその細かなところで意識してますよね。でロゴのこのなんだろう、ロゴの表面から作れてる部分はちゃんと影を置いたりとかして違和感ないようにリアリティを出すためにやってるっていうのがやばいですよね。まあもうこれロゴだけじゃなくても背景の作り方もバケモンなんですけどね。背景 2D でやってて、だってこれ別に普通に横向きにしたらもうあのあれやもんな、 2D ヘッドやもんね。普通に考えたら。だからこれさ、あの右と左でさ青と白で分かれてるけど、これ2等分にしたら2つのヘッダーできるよね普通に考えて。でそこにもう俺みたいな下手くそでも名前を置くだけでもうなるもんね、ヘッダーに。やばくないですか？ここでだけで、だから言うたら3作品の部分、3作品作れるっすよ、ここだけで見たら。まず右と左分かれて、真ん中だけ切り取ったら、アビにもなるし、もう4作品か、プラス壁紙か。やばくないですか？これ普通に。すごいっすね、これは。こちらですね、最後。いやー、ねー。えぐいっすねー。なんも言えんわ、こんな。なんかレベチやんマジで。ずっとさずっとレベチっすわ。ちょっとこれはやばいっすね。もういつか教えてほしいっすわ。デザインについて教えてほしいっす。絶対こんな作品ができるようになるかっていうのを教えてほしいっすね。いやーさすがですわ。サムネイルライブストリーミング、いやこういういかついサムネイルやったら YouTube 開くもんな、見てまうもんな。こういういかつい Apex でさ、やばいよなこういうの。さすがです。ずっとさんありがとうございました。バケモンでした。あなたバケモンです。続いての方はこちらですね、オールさんですね。オールさんとよくね一緒にゲームさせてもらったりとかする中で、まあ、とりあえずねあのやばいです。まあ、最近ちょっと勉強にちょっと励んでて多少ね、低浮上ではあったんですけど、まあ、またね、再開していくと思うのでぜひね皆さんフォローしてほしいんですけど、まあ、作品見てほしいですね。とりあえずやばいです。はい、マニプーいかついっすね。まあとりあえずやばいっすよね。なんでこんだけ違和感なくこの画像の中に収めれるんかなっていう。いやー奥行きの使い方もうまいしな、素材の置き方一つ一つがもうバケモンですね。いやーおかしいわオルさんはほんまに。こんなもできるっすもんね。だから 2D チックなマスロゴのやつって俺あんま見たことないんですけど、なんか結構最近多いマスロゴってなんかエフェクトガン詰めみたいなイメージがあるんですけど、いやなんかこういうシンプルになんか 2D チックに作ってる俺マスロゴあんま見たことなくて、いやなんかすごいよね、こう独自のこうデザインを築いてるというか。いやさすがっすねオールさんは、マジでうめえ。どちらも 2D もできるっていうね。ディバンさん宛に作ってるんですね。うわ、やばいな。いやー、うますぎるわ。マジこういうのも。なんか全部がうまいわ。なんか俺こういうさ、こういうなんかなんだろう、ノートチックにこう、やるじゃないですか。こういう時ってなんか、何がむずいってさ、どこを暗くして、この線とかをね、どこを濃くしようかみたいな、こういう風に濃くしようかなみたいな、こう悩むじゃないですか。で、それをまあとりあえずまあ置いたとして、上からいろいろテクスチャーとか、まあ素材を作っていったとして、こう、色の濃さとか薄さとかってマジむずいじゃないですか、普通に考えて。それをなんかその違和感なしに、こう、ちゃんとなんか、ねえ、まとめてるっていうのがなんかすごいっすよね。この意味やから、普通に考えて。
ちなみに僕のツイッターのヘッダーもオールさんに作っていただきました。ブラッドハウンドのね、ヘッダーなんですけど、まあ僕ブラハをよく使ってて、でブラッドハウンドのヘッダーも作ってくれてます。僕にね、僕宛てに作ってくれて、まあ今もずっと愛用してるんですけど、よかったらね僕のツイッター覗いて、見てもらえたらなと思います。オールさんバケモンです。またねエーペックス、よかったらやりましょうってことで、オールさんありがとうございました。続いての方はね、こちらです。ラスさんですね。もう多分デザインやってる人だったらもうみんな知ってるんじゃないですかね。もうとりあえずバケモンですよね。まあ、いつかね僕もデザイナーさん紹介動画出てほしいなと思ってて、まあ、ある時にこうデザイナーさん紹介動画撮りたいですってツイートしたら、もしよろしければって、まさか来てくれると思わなくて、まあ心よく OK してくれて、もうなんかねありがとうございますということで見ていきましょう。とりあえずやばいっすね。なんかこのスタイル日本人でやってる人あんまいないじゃないですか。結構その海外の、まあ、トップの人とかが結構こういうのやったりするんですけど、まあ、僕たまに YouTube とかでこういうの見るんですけど、なんかむずいんですよ。普通にむずいんですよね。こういうのってマジにむずいんですよ。まあ、それをなんか普通にやってんのがやばいっすよね。なんかやばいっすね。やばいっすわ俺も作り方とかがこれ分からんすぎて、何がするか分からんけど、とりあえずやばいっすね。まあロゴはだってもう一からメモカさんと一緒でさ、こう削ってさやってるわけじゃん。でそこにこうマニプっぽくする、マニプにするためにさ、こう素材を置いたりとかしてさ、なんかやばくないですか。で上からつるツタか、ツタをこうぶら下げたりとか、メモカさんの光の使い方もうまいし鮮やかやし、なんかやっぱうまいっすよね。うまい人みんなやっぱ光の使い方と影の使い方がうますぎるな。いやすごいわ。でもじゃあポスターですね。ポスター等も作れるっていう、もうなんかね、俺もうこういうの作ったことないから分からんっすね。もう正直もう分からんっすけど、やっぱうますぎるから分からんマジで分からん。やばすぎるわ。これだって俺最初これこのね、この、まあ、3作品送られてきた時に俺どう説明したらいいかなってちょっと考えてたっすもんね、ずっと。でももうまあやばいしか言えんから、とりあえずもうやばいって言うしかないよねでこれ見て、鮮やかすぎん？これ色の付け方うますぎるような鮮やかで、なんなんこれマジで。いやここ、いや俺これマジできんわこんなマジで。なんかさ、こういう風に作った時ってさ、こう全体をもうそのまんまさ、こう背景をもうこんな感じでさ、なんだろう、ポップに作るじゃないですか。でもここになんかそのワンポイントぼかし入れて、なんか石像っぽい子供入れるのってなんかもうマジおしゃれっすよね。センスあるっすよねこういうの。俺絶対やらんもんな。右どうしよう、あでも左と一緒でいいや、反転しちゃおうって俺なるもん普通に。それをなんかこうねー、でも右どうしようかなってなった時に、あこいつ入れようってなる判断がマジバケモンっすよね。いやすごいわマジ、センスバケモンすぎるわ。こういうとこ見て、これローディングとかもう、なんなんこれ、なんなんこれ3D2D もうやばいやんこれ。スケボーやんマジで。あのスケボーのデザインとかこういうのあるっすよね。いやなんかもうそれをなんかやってんのがバケモンっすわ。語彙力なくすわマジでこんなん見たらぜひね皆さん、ラスさんに依頼等ね、締めてください。ぜひね、あのフォロー&依頼、あとツイッターのね、こちらのあのビハインって呼ぶんかな、これここのリンクにもね、たくさんあの作品が載ってるので、よかったらね皆さん、見に行ってもらえたらなと思います。ということで、ラスさんありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。はい、ということで続いての方はこちらですね、ナッティさんですね。まあちょっと作品をまずは見ていきましょう。ナッティさんの作品はね、今までの方とはまた違った、ナッティさん独自の なんだろうね、ナッティさんらしい作品って言えばいいんですかね。ちょっとどう説明してるか分かんないんですけど、とりあえずね、余白の付け方がうまいし、うまいわとりあえず。でロゴをねこう置いた裏側にさらにこう 2D ロゴを入れてるっていうのがまたおしゃれですし、こう花とかもなんかこのなんだろうね、サイドを落としてペイントとかを交えて、なんだろう、こう 2D に合わしにいってるっていうのがすごいですよね。墨っぽくして、いやーこれ本来確か色入ってると思うんですよね。それをサイド落として、そっから自分でテクスチャーとかを貼り付けて、こうなんだろう、石っぽく 2D っぽく持っていってるっていうのがすごいですよね。いやうまいなー。で花の上にもう一個素材を置いたりとかして、なんか些細なところですけど、なんか全部うまいっすよね。いやなんかね、やばいっすよねマジで。なんか綺麗っすよね、清潔感あるっすよね。企業さんのなんかそのポスターみたいなイメージというか、僕の中でそういうイメージがなんかあるっすね。なんかマジですごいうまいっすよね。
うーん、おしゃれ、いやマジおしゃれっすよね。でこういうのもなんだこうな、灰色と黒の使い方がめちゃくちゃうまいんですよね。でその中に、まあ、これとか見たら分かるんです、ちょっとねこうオレンジを入れたりとかして、そういうなんかちょっと色を入れるとかがすごいですよね。こうオレンジメインじゃなくて、やっぱ白と黒が9割に1割のこうなんか色を入れることで、よりその背景が際立つんでしょうね。とこれ勉強になるわマジで。あとこれもそうじゃないですか、あの背景を灰色と白黒で作って、文字のところにオレンジを入れることによってより中央が目立つっていう。こっちでも右の方、そうっすよね、葉っぱをちょっと色入れたりとかしてやることによって目立っていくっていう、これすごいっすよね。いやなんかこの些細なところがうまいし、めっちゃ綺麗、清潔感半端ね。いやうますぎるわナッティさん。いやー皆さんぜひね、ナッティさんのイライラね、もうめっちゃ安いんですよね。これ意味わからんですよね。ヘッダー1000円って、今あのデザイナーさんでヘッダー1000円でやってる人多分そんないないですよ。しかもこのクオリティで、なんかもうちょっとねクオリティを落とした、まあ落としたって言い方あれですけど、まあこれよりももうなんかね、もうちょっとあまり上手じゃない方っていう方は悪いんですけど、あまり上手じゃない方とかやったらその1000円とか500円とかとはあるんですけど、このハイクオリティで1000円でやってるってバケモンですね。しかもこれ絶対1時間2時間じゃ作れないですよ。これ正直もっと時間かかるですから、なんなら1日ぐらいかかっても1日2日3日ぐらいかかっておかしくないようなクオリティのものを1000円でやっぱ作ってるっていうのはやばいっすね。ぜひ、ね、皆さんあの依頼等をねしてみてほしいですね。なんかロゴもやってるっすよね。ロゴもやってるって、ほらもうロゴ500円とか意味わからんからな。このデザイナーがたくさんいる中で500円で撮ってるのはマジで、まれすぎる。いやこんだけうまいのにこんだけ格安で撮ってるのはマジでいいすごすぎる。俺って速攻依頼するね。俺がもしデザイナーじゃなかったら速攻依頼してるマジで。ぜひね皆さんあの依頼等をしてみてください。こんだけね素晴らしいデザインがあるので、はい、ということで、ナッティさんありがとうございました。続いての方はこちら、なんて呼んだらいい、漁夫さんってちょっと呼ばせていただきます。漁夫さんになります。ということでね、皆さんね、まず作品を見ていきましょう。はい、 3D うまいっすね。いやうまいっすね、マジでうまいっすね。もう色の使い方から、もううまい人に共通して余白の使い方、でぼかしの使い方、光の使い方、暗がりの作り方、はい、もう全部うまいです。はい、もうバケモンです。とりあえずバケモンですね。もうちょっと何を説明していいか分かんないですけど、とりあえずバケモンです。僕こういうの作れないんでやばいっすね。なんか俺もこういうなんかワンポイントが好きなんですよね。ちょっとこう後ろにさ、こう骸骨を入れたりとか、なんか些細なワンポイントですけど、そういうなんかちょっとしたな遊び心っていうんですかね、こういうのマジいいっすよね。楽しんでるなーって、あここ入れようみたいな、そういう発想とかがいいっすよね。マジやべえわこういうの。俺もそんなできんからな、もうこれやばいっすよね。こんだけなんかかっこいい 2D 作れたらマジ苦労せんわマジで。もう自信を生きる散らかすもんな、こんなん作れたら。俺ツイッターでマジ生きるもんな。やっぱ下手やからさ、もうあのギリ天狗並んで進んでるけどさ、俺こんだけ曲がったらさ生きるもんなデザインで。マジで生きるよね、絶対俺マウント取るもんな、こんだけ曲がったら。いやーうますぎるわマジで。これやばくないですか、なんなんこれ。シンプルかつ丁寧で複雑に作ってる、なんか意味わからんよな。なんか無理やわこんなんは、発想できやもんな。いや見やすすぎる、すごいわマジで。こんなん真似したくなるもんな、どう考えても。やばいわ、俺もう このアイディアもらおう。こうやってここになんかテロップ式に入れてるのアイディアもらいます。なんかいつか真似します。できたらいいけどね。いやまあ 3D もできるしね、もう 2D、3D 何でもできるやん、もうこんなんなったら。もうオールマイティやん、バケモンやん。依頼も取ってる、依頼もね受け付けてるんで、皆さんぜひね、ちくわって読みます。あ、ちくわさんなんですね、ありがとうございます。依頼もね受け付けてるので、ぜひね皆さんね、あのフォロー&依頼等もしてみてほしいですね。いやーマジこのヘッダーやばいわ、いやかっこよすぎる。うわもうこれ一目惚れやわ、このヘッダーに。やばいっすね、多分みんな一目惚れしてるんじゃないこのヘッダーに。 3D もできるし、光の付け方がうまいんよね、マジで。いやこれもうまいな、質感のもこの質感出し方が綺麗っすよね。いやーすごいっすわ、もうマジ俺もこんぐらいの 2D 作れるように頑張ります、ちかさん。ちかさんありがとうございました、マジで。やばいわ、一目惚れしたわこれ。ということでちかさんありがとうございました。はい、ということで続いての方はこちら、ダンさんですね。もうダンさんはね、もうね、なんかもういろんなチームの依頼をこなしてて、本当にね、なんかほんまにすごい、本当にすごい。なんかいろんな、だって今現在だけでもこんだけ入ってるんですよ。3つ入ってるのに、それをちゃんとこなしてるっていうのがやばいっすよね。もうね、もうとりあえず作品見てほしいっすわ。
いやもうやばいっすよねこれ、マスロゴをこんだけ綺麗にやるって。いやうまいっすね、マジでうめえ。いや綺麗っすよねマジで。俺マスロガービーとか作ったことないんですけど、やばいっすね。な俺絶対俺無理やもん、マスロガービー作んの。マジ苦手すぎる俺はこういうの。こういうのでも綺麗っすよね。ちゃんと和風に合わせたりとか 2D に合わせたりとかさ。いやもうなんなんこれ、やばいっすねマジで。すごいね、背景の作りがうまいっすねマジで。いやすごいっすわ。いや普通にだってマスロガービーアビも作れるわけじゃん。もう何でもできるっすよね。いやすごいわ、質感も綺麗ですしね。こんなうまくできんよマジで。ダンさんバケモンやもんな、依頼こなしてる。依頼なんか依頼のマジなんやろ量がやべえ。なんかもうえぐいぐらい依頼こなしてるマジで。なんかもうツイッター見たらほぼ毎日なんか何か作ってるもんね。なんか今日はこれ作りましたみたいな、ほんまそのレベルで。なんかダンさんずっと働いてるイメージがあるっすね。なんかもうバケモンっす。俺とか毎日エイペックスしてポッケーと、たまにそのツイッターでね、なんか依頼募集します、適当に無償で募集します、1週間ぐらいできるかなーしたら、もう 2,3 週間余裕でかかるみたいな、そんぐらいポッケーとゲームやりながら依頼こなしてるって感じなんですけど、もうバッチバチの働きもんっすよね。でこういうサムネイルも作れるっていうね、ポスターとか。いやーいいっすよね、何でもできるっすよね。それはみんなダンさんに依頼するわ。こんだけ依頼もちゃんとこなしてさ、実績もこんだけあって、技術もバケモンでさ、そりゃみんな依頼行くわ。すごいっすよね、フォロワーの数が物語ってんもんな。すごいよダンさん、すごいっすわ。いやーいいっすねダンさんマジで最高。ダンさんうますぎるっすわマジで。いやマジなんか出てくれると思わんかったな普通に。ありがとうございます。何回もね、結構ね何回も出てくれる方がいてマジ助かるっすわいつも。でその度その度ね、こう作品の技術がバンバン上がっ、みんな上がっていってね、もうなんか俺だけやん成長止まってんの。皆さんありがとうございます。ダンさんありがとうございました、マジでありがとうございました。続いての方こちらですね、消しゴムくんですね。なんかこのデザイナー界隈にはいるんですけど、またデザイナーとは違ったことをなんだろうねやってて、なんか消しゴムくんはマジ消しゴムくんのスタイルみたいな感じで、まああの消しゴムくんね、実際とね地元が一緒でね、小中学校一緒の後輩なんですよね。でまあ僕よりも普通にデザイン上手くて、まあちょこちょこね遊んだりとかご飯行ったりとかする中で、まあ、とりあえずね見てほしいんですけど、まあうまいっすよね。だからいつもねこうまいんすよね。ちょこちょこあの DM とかでうわうまいなと思いながら、でなんか消しゴムくんマスロゴも作ったりとかしてて、でこの前なんか3作品目ですねみたいな感じでして、もうなんかね3作品目のクオリティとは思えないぐらいうまくて、なんかそのうまいっすよね。なんか消しゴムくんはマジ消しゴムくんのスタイルを確立してて、プラスねあの消しゴムくんってね自分で素材作ったりするんですよ。こういうなんかペイント系の素材とかも自分でこの作ったりとかペンで書いて作ったりとかしてるんですよね。それをうまいこと使ってて、でそれを素材に合わせてとかしてて、こういうのもね作ってるんですよね多分。あの消しゴムくんね、あの一回ねマクドナルドで、ね、あの一緒に素材作ったりしたことがあるんですけど、でもこれも自分で作りましたね、これも作りましたねって何でも作ってるやんっていう感じで、なんかその、まあ、キャラクターっていう大前提の、まあ、存在がまああるんですけど、それプラス背景とかはね自分でこうなんか素材を作っていって、そこに合わせていくっていうのがめっちゃうまくて、やばいよね。なんかこういうスタイルってあんまり今まで見たことなかったんですよね。で消しゴムくんが出てきてパッて見たら、うわうまいなーと思ってこうフォローさせてもらって喋ってたら、まさかの地元後輩やったっていうね。地元の後輩っていう。小中学校一緒っていう、まあすごい偶然ですよねほんま。いやデザインやってたらなんかほんまに不思議な出会いがあったりするんですよね。マジで不思議な出会いがあったりとかして、なんかほんま地元めっちゃ近かったりとか、そういうのでなんかまた繋がったりとか、そっから派生しいろんなデザイナーさんとか繋がったりとか、まあ、そういうのがあって面白いんでね、まだねデザインやったことないっていう人はぜひね、あのデザイナー界の足一歩踏み入れてほしいですね。些細なことからでいいんで、ぜひね始めていってほしいです。ということでね、消しゴムくんありがとう。またねどっかでご飯行こうね。年明けたらカラオケでも行こうね。歌う前から消しゴムくんありがとうね。消しゴムくんお疲れい。はい、ということで続いての方はこちらです、グレイさんですね。まあもう何回もね多分動画出てくれてると思うんですけど、まあもうとりあえずやばいっすね。
で、まあ、ここにさっと依頼料も載ってるんですけど、なんかもうめちゃくちゃレベル高いのにめっちゃ安いんですよ。まあよかったらね、まだクランリーダーの方とか依頼悩んでて、クランアビとかどうしようかなって悩んでる方いたら、ぜひねグレイさんとかにも依頼してほしいというか、もうまあ損ないですよ、マジで。まあ見たらわかるんですけど、やばいんですよね、普通に。もうマジやばいっすね。まずアビやばいし、まあこれとか特にやばくないですか、この。いやなんか最いやなんかもう切れすぎる、マジで切れすぎる。なんていうんやろな、もう切れすぎる、とりあえず。いやうまいんですよねグレイさん。なんやろな、このテクスチャーとかロゴの色の違いとかバケモンなんですよね。で光の合わせ方がキレくて、なんかよく最近質感始めましたみたいな人って、結構そのエフェクトをゴリゴリ入れてロゴを殺しちゃうっていうのがあるんですけど、エフェクトとロゴを綺麗にこう交わしてるっていうか、なんかそのエフェクトも入れるんですけど、ロゴの主張を決して消さずにやってるっていうのがいいですよね。多分これね、ぼかしの付け方がね、うますぎて多分綺麗になってると思うんですけど、まあ俺にはこんなんできんすけど、とりあえずやばいっすよね。こういうアニメスタイルもできるし、いやうまいなぁ。リムちゃんを手に作ってん、まあリムちゃんはあれっすね、もともと僕アミューズっていうチーム運営してた時の、マネージャーさんやってくれてた方ですね。とてもその時はリムちゃん感謝してます、ありがとうございます。でこちらですね、ヘッダー、まあ、ヘッダーも作れるし、なんやろうな、このうーん、色の付け方がうまいよね。とりあえずなんかそのこの色って決めて、例えばまあこれやったら紫って決めて、こんだけ綺麗になんか紫入れるってむずいっすよね。俺マジ無理やもんな。いやーやっぱグレイさんはグレイさんのスタイルっすよね。なんかやっぱデザイナーさんで各自自分のスタイルを持ってて、自分の得意な部分があって、そこを最大限活かして作ってるってのがやっぱいいっすよね。さすがですグレイさん、うますぎるわマジで。ぜひね皆さんグレイさんにね依頼してみてほしいです。マジで損させないですね、マジやばいぐらいうまいんで。はい、マジずっとうまいんで、なんかずっとうまいんで、ずっとうまいんで、ぜひね、グレイさんフォローして、依頼してみてくださいってことで、皆さん、ね、グレイさんありがとうございます。ありがとうございました、グレイさん。サンキューです。はい、続いての方はこちら、ロータスさんですね。ロータスさんはね、昔から、ずっと質感がめちゃくちゃ綺麗くて、ほんまにずっと綺麗なんですよ。マジで綺麗くて。で、まあ、すごいなと思ったら、最近ね、もうロゴも作り始めちゃってて、なんかもうオールマイティーですね。とりあえず。はい。ってことでね、ぜひね、ロータスさんフォローしてみてください。ってことで見ていきましょう。こちらですね、もう、多分みんなこういう質感やりたいんやろうなーって感じですよね。なんかいろんな人が僕の DM とかで、質感やってるんですけど、どうですかみたいな、こうアドバイスくださいって来るんですけど、まあ、とりあえずね、質感やってる人はね、もうロータスさんの質感に近づけたらもうとりあえず完璧です。もうこれね、うますぎるんですよね、なんか綺麗すぎるマジで。でロゴも死んでないじゃん。結構質感やるときってさ、こう表面とか裏面がぐっちゃぐちゃになってさ、ロゴの表面と裏面の境界線がなくなったりとか、なんか正直もうロゴの輪郭すら死んじゃったりするじゃないですか。あと白飛び、コントラストが高くなりすぎて白色が飛んじゃってて、なんか緑が割れたりとか色が割れたりするんですけど、もうそれもなく表面と裏面の境界線もちゃんとわかるし、でうますぎるっすよね。ロゴのでかい部分にぼかし入れたりとかして、なんなんこれ、ロゴがちゃんと見えるようになってるし、なんなんこれよな、マジでなんなんこれよな。これとか特にやばくね、なんか変に色とか入れてないんよこれ。灰色でこんだけ綺麗にロゴ目立たせれる、なんかうまいよなマジ。うまい。でこちらですね、でこれね、こういう、クランアイコンですね。いやーうまいっすよ。なんかこの質感って、こう色を変えるときに割れちゃったりするんですよ。だから青から緑にしたりとかするときに、一部分の色が合わなくて、なんかそのどっか割れちゃ色が割れて、なんか線みたいなギザギザが入っちゃったりしたりするんですよね。あのテレビの電線みたいな感じで、テレビか砂嵐みたいな感じで入っちゃうときあるんですけど、もうそれもなくて、マジでうますぎるわこれはマジで。で大きく見たときがこれですね。いやもうね、やばいっすよね、こんな綺麗に。さすがっすね、ロータスさん。しかもロゴもね、自分で作っちゃったりとかしてて、ちょっと下にね、映ったりとかしてるんですけど、こうやってロゴも作ってて、コンセプトロゴ、キツネとか、猫とか、そういうコンセプトロゴとかも作ってますので、ぜひね、皆さん、ロゴとか、アビとかに困った場合は、ぜひロータスさんもね、依頼してみてください。本当にうまいです。グレイさんもうまいし、まあ、今日ね、紹介するデザイナーさんはみんなうまいので、まあ、正直こっから自分の好みになってくると思うんですけど、まあ、今日紹介するデザイナーさんは、全員、外れないので、もう全員当たりなので、はい。ぜひね、自分の好みに合ったゼナさんがいたらね、どん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 依頼してみてくださいってことで、ありがとうございました、ロータスさん。サンキュー。
はい、ということで続いての方はこちらマシュさんですね。マシュさん、まあ、主にサムネイルヘッダーアイコンロゴを作成します感じで、まあとりあえずねもう見てほしいです。あのアニメスタイルがバカうまいです、これ。マジでうまいっすよね。アニメスタイルバカうまくないですか、これ。これね、ちょっと全部アップするので、ね、もしによかったら皆さん、あの一個一個止めてね見てもらえたらなと思います。で次こちらですね、エヴァンゲリオン。エヴァンゲリオン見たことないけど、で東京グールする。もう東京グールのやつマジかっこよすぎる。いやー、俺もうグールマジ好きやから、マジでかっこいいっすわ。いいよな。俺がまず加工を始めたきっかけとかも、アニメにハマって東京グールとかにハマって、自分だけのオリジナルが欲しいなと思って始めたのがきっかけで、最初だから僕もアニメスタイルやってたんですけど、まあこんなうまくはならんですね。僕はうまくはならなかったです。もうとりあえずもう努力の賜物というか、化け物ですよね。でこちら見てほしいですね、ポスターも。これマジで文字の置き方がうますぎるわ。うますぎる、マジでうますぎる。いやあるもんね、こういう海外のさ、あのキルシュとか、こんなよな、フェイドとかさ、あのエースユーとか、エースユーっていうかな、ああいうエーペックスの人たちとかもさ、こういうサムネイルとかやったらマジ見たくなるもんな。いやマジかっこいいや、うますぎる。あの全体の付け方がうますぎるよね、こういう全体の付け方で、こうやってテロップチックっていうんですかね、背景に白を置いて中に黒を入れたりとか、しかも些細な煙を入れたりとか、若干ぼかし入れたりとか、マジうますぎるわ。さすがマシさんっすね。でこういうポップなものも作れるってわけなんですよね。まあそうよね、こんなんも作れたらこういうのも作れるよな。いやさすがっすわ。うまいわ、見やすいしな。 2D の中にちょっと立体感出したりとかね。いやいいね。マジでうまいな。デザイン性バケモンでしょ、マジで。そりゃマシさんマジうめえわ。ずっと昔からうまいもんな。何回もこう動画出てくれてるけど、ずっとうまいもんな。いや一生うめえわ。さすがマシさんです。マシさんありがとうございました。ぜひね、皆さんマシさんの方にね、フォローとか依頼とか。おオドミンさんの専属デザイナーやってますね。まあとりあえず、まあ、そんぐらいあの実績があるやばいデザイナーさんなので、ぜひね皆さんフォローとしてみてください。マシさんありがとうございました。続いての方はこちらラスカルさんですね。もうラスカルさんもねマジでうまいので見ていってほしいです。はい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 と、はいはいはいと、もうやばいっすよね。いやーすごいよな、こんなんできんわ。いやここのなんかロゴに絡めてるのがいいっすよね。この何、この女神っすかね、 女の銅像をこうやってロゴに絡めてるのがいいっすよね。こうやってロゴの上がちゃんと影入れてさ、いやー洒落てるわ、マジでおしゃれやわ。こんなんマジやってみたいな。いやロゴ自体もこうやってちょっと立体感出し、表面の部分に立体感出してさ、若干ずらしたりとかさ、いやうますぎるわ。さすがっすね。でこういう余白の使い方ね、こういうのをやりたいんやけどな、なかなかできんよな。こうロゴを置いただけで終わっちゃうもんな、デザインなんて。ロゴを置いて30分にらめっこして終わりよな、いつも。こんなんどうやったらできんだろうな、マジで。あとなんかこのさ、あの素材の周りにこう縁取り入れてるとかもいいっすよね。わかるかな、この白の縁取りとか入れてるのもいいっすよね。洒落てるわ。でこういうのを作れるんですよね。なんでこうやってなんかさ、火山発光とか綺麗に使えるんだろうな。なんか光の使い方マジむずくないっすか。なんか火山発光入れるけどさ、こんな綺麗になんかできる、みんな。いやーうまいわ。ちゃんと余白もね、余白ね、余白マジ一番大事だよな、デザインで。余白って、余白があるだけでマジ目立ち方が違うもんな。綺麗さとかもマジでまとまりがあっていいよな。こうなんかぎっしりしないというか、なんか目が困らんすよね。どこに目を置こうって困らんすよね。もう一発でロゴに目いくもんな、こんな。いやーうまいわ。でこれね、あーもうこれマジでかっこいいわ。どうやってんのこれ、 2.5D みたいな、なんなのこれ。もうこういうの置き方やばいよな。なんか俺さ、こう素材とか置くときにこうよくやっちゃうのが、ロゴより大きく置くのがさ、なんか難しくて、なんか怖くて置けないんよな。綺麗に合わせてるよな、こういう風に。うまいわ。ロゴの後ろのこの円の素材とかもちゃんと入れてさ、ロゴもちゃんと置き換え入れてさ、やべえわ。ラスカルさんうますぎ、マジで。さすがっすわ、マジで。バケモンですね、ラスカルさん。ぜひね、皆さんラスカルさんにもね、あの依頼等してみてください。まあね、自分の好きなデザイナーさんに依頼してみてください。とりあえずやばいんで、ラスカルさんフォローして間違いなしですね。ということでラスカルさん、ありがとうございました。
続いての方はこちら、ベルセルクさんですね。僕はまあ、あの昔ローズナインさんっていう名前でやってたので、僕は今ローズナさんってずっと呼ばせてもらってるんですけど、まあとりあえずやばいですね。あの僕がデザイン始めた時にあの教えてくれた方ですね、最初ずっと。でまあいろいろ縁があってね、同じチームでやったりとか、最近一緒にあの大阪旅行来てくれて一緒に飲みに行ったりとかね、めちゃくちゃ非常に面白い方です。ただ見ていきましょう。作品がやばいんですよね。マジでやばい。普通にやばいですよね。あのね、ローズナさんマジうまいんよな。ね、ずっとうまいんよな。なんかこうパッて作品出して、なんか普通に100リツイートぐらいやもらって、まあまあまあみたいな感じのなんか感じもいいよな。マジでうまいっすわ、ローズナさん。いや、うますぎるよ。なんか、なんでもできるよ。2D もできるし、昔アニメスタイルもやってたし、今結構こういうマニポをね、ガンガンやったりとかしてるんですけど、まあ、マジなんでもできるし、あとはサムネイル等も作れるし、マジなんでもできるんですよね。ポスターもいけるし、何が逆に無理なんて感じで、まあ、ロゴが苦手なのかわかんないですけど、まあ、マジで、デザインに関してはもうバケモンっすね。なんか昔、ツイッターでね、デザイナー上層部界隈みたいな、なんか、勝手に噂された時に、ローズナさんの名前挙げられてましたね。そんぐらいなんかうまいっすね。だからデザイナー界隈に上層部もクソもないんですけど、たまたまね、この、昔から仲いい人が集まって、それは昔から仲いいからずっとやったらデザインも上手くなって、勝手にこう、上手い人が集まってやってるだけなんですけど、まあそういう風にね、デザイナー上層部の一人と言われて、意味わからんわって言ってたっす。普通になんか会話とかも喋ってて、ズバズバね、物を言ってくれたりとかして、めっちゃ助かりますね。一緒にチームやってる時も、あそこ合わせたらとか、なんか、些細なこととかも言ってくれたりとかして、めちゃくちゃいい方ですね。一緒に飲みに行った時もマジ楽しかったですし、またね、ローズナさん大阪来てください。あと、皆さん、ローズナインさんに、ぜひね、依頼等をしてみてください。もう、間違いないですね。3D とかマニプス好きな方とかもしいましたらね、ぜひぜひローズナさんとかに依頼してみてください。ということで、ね、ローズナさんありがとうございました。またね、大阪来てください。次はおごります。今回はおごってくれたので。ありがとうございました。続いての方はこちらですね。ヒカさんですね。ヒカさんはね、うまいですね。で、あと、ローズナインさんから、推薦があってぐらいうまいですね。ヒカさん、紹介動画に入れたって、こう連絡来てて、あ、入れましたよ、したら、ナイスって来てて、まあ、そんぐらい、もう、うまい方ですね。で、まあ、これ、ヒカさんのここを見てもらったらわかるんですけど、はい、そういうことですね。はい、もうそういうことですね。やっぱね、うまいデザイナーさん、うまいデザイナーさんと繋がってますね、みんな。さすがです。では、見ていきましょう。はい、やばいっすね。いや、うまいっすよね。もう、うまいっすよね。そりゃ、ローズナインさんが推薦来るわ。ローズナインさんから、入れたよねって来て、入れましょうって言って。さすがっすわ、マジうまいわ。はい、もう俺マジこれがやばい。これめっちゃ好きなんですよね。なんかさ、このポップな色ってマジむずいんすよ。マジでむずいんすよ、俺。こういうなんかいろんな色使ったりとかさ。なんかそれをちゃんとやってんのがすごいっすよね。やばいわ、この背景の作りとかね。だって、うまいよね。それしか言葉出んわ、マジで。うますぎるわ。ね、これもね。はい、もうこれやばいよな。なんなんやろ、みんな余白の使い方うまいよな。ちゃんとほら、これやったら左の余白とかさ、右のこういう黒い部分とかさ、これもこういう隙間の黒い部分とかさ、なんか、怖いじゃん、こういうの。埋めたくなっちゃうじゃん、こういうところとか。なんかいるやんとってなってさ、なんかもう、デザインからかけ離れたものによって加工チックに、とりあえず見栄えだけかっこよくみたいな感じになっちゃうけどさ、やっぱ上手い人の作品でこうやって余白が綺麗っすね。さすがですわ。うますぎるわ、こんな。うま。この影とかもいいっすよね、このロゴにかぶってる部分のさ、こういう影の使い方。いやー、さすがですわ。さすがだなー。うまいな。うまいな。ぜひ皆さんね、これ一個一個と止めてね、ゆっくり見てもらえたらなと思います。ということで、ヒカさん、ありがとうございました。またね、どっかで機会があればよろしくお願いします。続いての方はこちらですね、ベガソンですね。それではね、作品を見ていきましょう。はい、スカーツ。はい、スカーツ。うますぎる。なんか俺も一回さ、こういう、なんだろう、プロチームとかにさ、ファンアートとか作ろうかなと思ってさ、やろうかなと思ったんやけど、なんか普通に無理やったよね。こういうの作れるのすごいっすよね。
いや、うまいの。ここ立体化入れてるってのもまたなんかおしゃれっすよね。2D の中に立体化入れてさ、でもなんか 2D じゃん、それでも。いや、うまいっすよね。こうペイントの入れ方であったりとかさ、ただ左にも赤置くんじゃなくてさ、このコントラストの違いが生まれ、ここはまあ明るかったり、ここ暗かったりとかさ、多少このペイント入れたりとか、この白の点々点、埃っぽい明るさを入れたりとかさ、こっちもただの白じゃなくて、背景の色を若干暗めて、そこにこうね、白のパーティクルチックなものを入れたりとか、こう些細なところがね、やっぱすごいっすよね。で、次、こちら。もううまいっすよね。なんだろうな、これ。なんでもできるよな、こうなった。3D もできるし、2D もできるしっていうね。やばいよな、これ。見て、これ。マニプもできるんよ、ここまで来たら。やばくね、これ。オールマイティーよな、この三種の神器揃っちゃったよね。みんなだから、どれかをさ、一つ、まあ、やったりするけど、こう全部できるってすごいよな。な、俺とかやったらさ、まあ、レベルで言ったら65点ぐらいの 2D が、まあ、ギリできるわけじゃん。まあ、3D なんか俺できやんしさ。で、それをなんかもう 2D もできて、3D もできて、マニップもできるってもうバケモンよね、こうなったら。だから俺はこういうの好きなよね。こう一文字だけ色変えたりとかさ、こういう虎の部分だけ色変えたりとかさ、こういう些細なところ好きっすよね。文字入れもさ、なんかただ文字入れるだけじゃなくて、ちょっとその、ちゃんとバランス取ってるとかもいいっすよね。いやー、うまいなー。ロゴの上にロゴかぶせる、こういう感じ好きっすわ。この、大きいのを後ろに置いて前にちっちゃく置くとか、でそこ色変えたりとか、いやいいっすよね。あと上からやっぱちゃんと光入ってるから、それも意識してやってますよね。いやすごいわ、うますぎるわ、さすがっすわ。でこれとかもそうっすよね。この手前になればなるほどやっぱボケるじゃないですか。携帯でもそうじゃないですか。カメラの前に手を置いたらぼかしかかるじゃないですか。それをちゃんと意識して、こう手前になればなるほどちゃんとぼかしてるよっていう、そういうことによって奥行きを持つ。だからこの白い椅子もそうですよね。左側の方が手前やからぼかし入れて、中央になりにつれてぼかしをこう徐々になくしていくっていう、このフェードインフェードアウト的なね。さすがっすよね。で、多少、こう、加算発光入れたりとか、雷が入ってる部分には加算発光入れたりとか。いやー、いいっすよね。マジでうまいっすわ。ベガさん、ありがとうございました。またね、機会があればよろしくお願いします。続いての方はこちらですね。力所さんですね。使用端末が iPad らしいですね。モバイルデザイナーの方ですね。いや、非常にうまいですね。モバイルでこのクオリティ作れるのはやっぱすごいっすよね。で、これね、見てほしいんですけどね、この骸骨の目の中。これ、めっちゃセンス悪くないですか？目の中にこうやって、ちょうちんみたいに入れてんの。バリセンスあるっすよね。で、この後ろの鳥居ね。で、その中の骸骨。これやばくないですか？なんか、いいっすよね。で、こう、些細なところですけど、骸骨をここにパッて後ろに入れたりとかさ。いや、おしゃれよな、マジで。なんか、ミッケとかにこういうのあるよな。ミッケの世界よな、マジで。なんやろ、幻想的な世界というか。よくあるよね、ミッケにさ、この中にスプーンがあります、みたいな。トラック見つかりました、みたいな。いいっすよね。いや、うまいわ、こういうの。すごいな。発想がなんかすごいっすよね。骸骨使って取り入れよう、みたいな。いや、そういう発想がすごいっすよね。このマスロゴね。このマスロゴもさ、マスロゴってこういうスタイルありなんすね。合ってるもんね、マスコットロゴに。いや、すごいな。初めてこのこういうスタイルのマスロゴ見たから、俺ちょっともう、あ、こういうのもありなんやって、なんか勉強になるっすね。一つなんかその頭の中の人、発想が増えるっすよね。いや、すごいな。こういう発想出るっていうのがマジすごいっすわ。さすがっすね。で、これね。これもローズナさんですね。ローズナさん人気やな、ウィルスレックさんって。ほら、めっちゃ人気っすね。こんないろんな人に作ってもらって、羨ましいな。ちょっと分けてほしいっすね、作品。iPad でこうやってロゴをね、こう割って、やってるのすごいですよね。ロゴを分解して一個一個立体化して、マニップ作ってるのマジすごくないですか？これめっちゃしんどいですよ、この作業。しかもなかなかできんすよ。めっちゃむずいんですよ、普通に。ロゴを自分で切り取って、上に置いて、立体化してって、別々でやってって、めんどくさいのによくやったな。すごいな、これ。ぼかしもちゃんと使って、光の入れ方ね、左下にちゃんと余白も作って。やっぱうまいな。みんなやっぱ余白の作り方がうまいんやろな、こうやって。さすがやな。いや、うまいっすわ。力者さんですね。ナイスです。いや、マジ、俺もうここがマジ好き。一番これ好き。この、目をこれにしてるのが、マジでセンス感じるわ。いや、ナイスです。ナイスワークです。力者さん、ありがとうございました。またね、機会があれば、よろしくお願いします。やべえ、息切れしてきた。はい、ということで続いての方はこちらです。ジャリスさんですね。なんか DM でね、話したらね、14歳らしくてめっちゃ若いんですよね。で、めっ
ちゃ礼儀正しいですね。 DM で喋ってた時、俺より多分精神年齢高いっすよ。それ作品もね、俺より上手いんで見てほしいです。めっちゃ上手くないっすかこれ。いやあのね、 2D とね 3D を合わせるのはやっぱ上手いっすよね。光の入れ方、雲の入れ方。いや俺なんかこんなさ背景をさ 2D チックにしたらさ、雲なんか合わせれんのってなるじゃん普通。まあ合わしてるよね。いやー上手いっすよね、こういうのマジできやんわ。さすがっすわ、うめえわ。でこれ、あもうこれね、これがマジで俺かっこよすぎて、いやいいっすよねこういうの。うまくね、マジうますぎる。なんなんこれ。あそうこれね、これ俺さんも使ってたけど、これマジこういう線をね、こうほら見てこれ、ただなんか入れるだけじゃなくてさ、ちゃんとこう暗がり入れたりとかさ、多少消したりとかさ、で右下は濃かったりとか、こう光が当たる部分は濃かったりとかさ、いやなんか些細なところがすごいっすよね。でこういうところに加算発光入れたりとか、グリッチ入れたりとか、俺とかよくやっちゃうのがさ、作品出来上がった後に全部まとめてグリッチって入れちゃうんですけど、こういう一部分だけに、あここだけにグリッチ入れようみたいなところもちゃんと考えてるっすよね。俺みたいにそのなんだろう、あの脳死デザインとはもう全く違う、そのちゃんと意識してるっすよね。さすがですわ。でこちらですね、いやうまいわ、いやマジでうめえわ。なんかこういうのもいいっすよね、なんかその背景の中にこう入れ込むって感じのやつ。語彙力ないっすけど、こう背景の中にこう花を入れたりとか、そういう なんやろね、こういうのいいっすよね。こう文字を入れたりとかさ、マジうまいっすよね。いやうまいわ。これ次先のあれですね、次の方ですね。いやさすがですわ、これうまいよな、うまいよなマジで。なんかこのさ、ロゴの裏側にこうもう一個文字入れるじゃないですか。入れた時にこの表面の部分とかにもさ、こうなんだろう、てん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 ってこういうなんやろ感じ、いいよね。スピーカーみたいな感じでさ、こう線入れたりとかさ、こういうなんか些細なところがめっちゃいいっすよね。俺こういうのできるようになりたいわ本当に。意識してるもんな、ちゃんとこういうところ。さらに後ろにもう一回ロゴ置いたりとかさ、いやうまいわ。こう近未来感あるっすよねマジで。 2D と 3D の合わせ方がマジうますぎる。あと色の使い方、使うべき部分にちゃんと色を使って、必要ない部分はちゃんとね白と黒で押さえて、で余白もちゃんと残してるし、いやセンスバケモンでしょ。さすがです。いやナイスです。ジャリスさんありがとうございました。またねよかったら今後ともね絡ませてくださいってことで、ありがとうございました。続いての方はこちらビクターさんですね。なんかビクターさん作品めっちゃうまいんですよ。めっちゃうまいのにフォロワーがね195って、俺意味わからんですね。なんかビクターさんとかマジ2500くらい、全然いてもおかしくないレベルのデザイナーさんなんですよ。まあ、ぜひね今この動画見てる方ね、どんどんビクターさんの作品とか見てほしいですね。あとフォローしてほしいですね。マジでうまいんで、はい、まずこれアニメスタイルですね。でさらに 3D もできるんですよ。やばくないですか、何でもできるんですよ。でプラスこれね、俺マジこれ好きなんですよね、この色鮮やかな感じ。これうまくないですか。で文字入れもめっちゃ凝ってるし、文字入れバリ凝ってるくないですかこれ。こんだけうまいんですよ。だからデザイナーさんって結構ね隠れちゃってる方多いですよね。こうこんだけうまいのにこう隠れちゃってる方、しかもこれローズナインさん宛てですね、ベルセルクさん宛てですね。いやうまいなー、いやマジでうまいんですよね。フォローして損ないっすね。ぜひね、ビクターさんのことフォローしてほしいっすね。これね、何がどうもいいかって、俺もうこんなん作れんからさ、説明できんのよな。うまいよな、とりあえず。いや、なんか俺、マジで、俺の好みなんですけど、こういうの好きなんですよね。わかるっすかな、この顔の部分をこっちに持ってきて置いたりとか、こういうのめっちゃ好きなんですよね、俺。いいっすよね、こういう些細なところ。あと、こういうところね、こういうところに入れたりとかね。いや、めっちゃいいっすよね。いやーこうセリフ入れたりとかね、いいよないいよないいよな。めっちゃいいよな、こうちゃんと見たらセリフ入ってんじゃんみたいな、こう名言とか入ってるとかね。いやいいっすよねマジ、こういうわかる、このなんやろうね、こうジジジジジジってなってる感じの、この文字入れの感じ、文字入れてかキャラクターの顔入れる感じ、こういうのいいっすよね。グリッツの付け方もめっちゃうまいっすね。うん、いやうまいよマジで、うめえ。でこういうのも作れるし、でこういうのも作れるでしょ。いやうまいわ、ビクターさんうまいわマジで。ぜひねみんなね、ビクターさんのことをねフォローしてほしいですね。だから俺こんだけフォロー少ない理由が分からんすよ、こんだけうまいのに。うーん、いやー俺の20倍ぐらいうまいっすよマジで。なのに
フォロワー少ないの俺ちょっと理解できます。ぜひね皆さんね、フォローしてみてくださいということで、ビクターさんありがとうございました。ナイスワークです。はい、ということで続いての方はこちら、イルミナさんですね。イルミナさんのねデザインはね、2D の中に 3D を交えるっていう、まあ見てもらったら分かるですね。もう説明する前に見てもらいましょう。はい、こんな感じですね。この 2D スタイルの中に 3D をまとめ込めるというこのスタイルなんですけど、非常にうまいんですよね、これが。ちょっとね、全部見ていってほしいんですけど、こういう、アビでもそれができてて、非常にうまい。なんだろうな、ペイントチックにやったりとか、あとはこういう、ペーパーチックに作ったり、紙？本当に、紙をなんか中に入れてるようなイメージで作ったりとか、ペーパーチックに作ったりとか、こういうペイントチックに作ったりとか、いろんなスタイルが、いろんなパターンができるんですよね。同じスタイルやったとしても素材が違ったりとか、そのいろんなデザイン性が違ってきたりとか、あと白がメインで作ることが多くて、それが非常にうまいんですよね。背景白の時って結構全体的にまとまりがこう出なくて、ロゴだけが浮き出てきちゃったりとか、背景が寂しくなったりとかって結構あるんですけど、それをね、別の素材を作って入れることによって、非常にまとまりを持たせてますね。あとはいろんな機能の使い方とかも非常に綺麗で、こういうポリゴンチックに、左のね、これのポリゴンチックにしたりとかも、もう非常にうまくて、あとは些細なところなんですけど、こういう点々点を入れたりとか、その上からかぶせるようにこういうなんかちょっと不透明度若干落とし入れたりとか、そういういろんな使い方を、素材でね、一つの素材でもいろんな使い方があったりとかして、そういうのが非常にうまい方ですね、本当に。あとはこういうなんか色の入れ方とかもめっちゃ綺麗ですよね。はい、こういうのが非常にうまいです。どうですかね。あとは些細なところなんですけど、こうやって文字の色を変えたりとかね、めちゃくちゃうまいですよね。これ見てもらったら分かるんですけど、なんか若干この後ろが分かるかね、切れてペーパーっぽくなったりとか、そう、こういうのが本当に非常に得意なんですよね。めちゃくちゃうまい。でまあこれも些細なところなんですけど、素材の後ろ側に黒いぼかしを入れたりとかね、こう見れば見るほどいろんなところがこうなんか凝ってるなっていうのがやっぱ分かってくるんですよね。この文字入れもロゴを立体、フォントをね立体化するだけじゃなくて、ロゴを、立体化するだけじゃなくて、後ろにもこう置いたりとかで、置いてるこの隙間の部分とかも若干この、ね、白を入れたりとか、こう些細なところの細かなところをちゃんとやってるっていうのが非常にすごいですよね。イルミナさんはね、前回も紹介させていただいたのかな、その時からもずっと上手くて、まあ相変わらず上手いっすよね、マジで。マジで上手い。いや本当にねすごいっすね、さすがです。ぜひね、依頼等も多分受け付けてると思うので、ぜひね、DM 等してほしいですね。あとこういう皆さん、デザイナーさんの方ってよくこのプロフィールにね、こういうリンクみたいなのが貼ってあるんですけど、こういうのって基本的に自分の作った過去作とかをどんどんこう貯めていって、この見栄えがいいようにね置いたりとかしてるリンクなので、ぜひね気になった方はこのリンクとかをね、Twitter で調べてもらってタップしてもらえたらなと思います。どうですかね。まあね、皆さんゆっくり見てほしいですね。まあマジ非常にうまいので、まあ僕は個人的にこういう葉っぱの色の入れ方とかがめっちゃ好きですね。葉っぱにこうなんかまばらに入れたりとか、光が当たる部分とか、そういう部分に入れたりとかしてるのが僕は非常に好きですね。ということで、イルミナさんありがとうございました。はい、ということで最後はこちらの方、カルマさんですね。それでは見ていきましょう。まあカルマさんは基本的にサムネイルをメインでまあやったりしてる方なんですけど、まあサムネイル以外にもいろんなものを作ってて、まあそれをね、見ていってもらえたらなと思います。まずはこちらアニメヘッダーですね。カルマさんのスタイルってまあ非常になんかその日本人というよりかは海外チックなそのスタイルが多くて、なんか僕いつも見てる時に、おなんかすごいなと思いますね。なんか多分ね、海外に住んでるぽいんですよね。イタリアに住んでるっぽいですよ。なんかほんまに作品見た感じも、海外チックのなんかサムネイルとかもなんかその日本風ってよりかは結構海外チックのサムネイルが多いような僕はイメージがあって、作品自体もその海外チックなものが多いような気がします。非常になんかそのカルマさんはカルマさんらしいスタイルといいますか、なんかまた別のスタイルでやってるような感じがしますね。しかも非常にうまいですしね、アニメスタイルも非常に綺麗ですね。でこちらサムネイルですね。サムネイルも非常に綺麗ですね。ぼかしの使い方がうまくて非常に見やすいですよね。ここに全然文字入れてもいいし入れなくてもいいしっていう、もうめちゃくちゃいいサムネイルになってますね。非常に綺麗。
フォートナイトですかね、これは。こちらもフォートナイトですね。いいっすね。これ、何がいいかって、ちょっと見てほしいんですけど、背景見てほしいっす。ここに自分のツイッター貼ってるんですよ。で、プレイ画面もここの、貼ってるんですよね。で、こういうところがめっちゃ良くないっすか？わかるっすかね、ここに。貼り付けてるんですよね。貼り付けて、うまいこと綺麗に入れてるんですよ、自分のツイッターとかを。僕はマジ、こういうなんか、些細なところが好きで、なんか、いいっすよね。やっぱ、カルマさんの作品って、なんかその、結構やっぱ、海外チックっすね、こういうところも。非常にうまいです。いや、うまいわ。なんかこういうのいいっすね。いいな。いいっすね。カルマさんめっちゃうまい方ですね。いや、なんか今回、マジでみんなうますぎて、その、ちゃんと説明できんかった。説明もできんし、やばいとうまいとえぐいと、なんか、なんだろう、余白の付け方がうまいとか、そんな些細なことしか言えんかったけど、どうでしたかね、皆さんは。今回は。まあ、えげつない量のね、デザイナーさんがいたと思うんですよ。20数名 ?23、4人 ?5 人ぐらいいたと思うんですけど、皆さんはどうでしたか？いや、マジでね、こんな多くのデザイナーさんが来てくれると思わなかったっすね。いや、めっちゃ感謝っすわ。本当に、こういうね、すごいデザイナーさんがいないと、こういう動画とかってマジ成り立たないんでね。いや、本当にそういう、なんか、協力してくれてるデザイナーさんありがとうございます。なんか逆に言うなんか、いや、出たかったんですよ。ありがとうございます。みたいな言ってくれる人もいるんですが、いや、逆っすね。もう逆、もう出てくれてありがとうございますですね。マジで。いや、ほんまに、でも今回の動画ね、ここ見た感じでもわかると思うんですけど、一個一個別々で撮ってるんで、まあ、見た感じでわかるんですけど、まあ、大体1時間超えました。でもめちゃくちゃいい動画だったと思います。本当にいろんなデザインがあって、作品があって、本当に各自スタイルが違ったりとか、この人はこういう作り方なんだなとか、この人はこれが得意なんだなとか、まあ、人によって本当にスタイルが違うっていうのが面白いですよね。あとデザイナーさん同士で協力して作ったりとか、プロフィール見たらさっき紹介したヘッダーが誰々さんのプロフィールのヘッダーだったとか、そういうデザイナーさん同士のつながりとかも感じられて非常にいい結果でしたね。僕も、まあ、ちょっとね、途中、最後ら辺が息切れして、時間の尺的にもね、やべえ、一人2分で抑えないとって、1時間超えちゃうと思ったんですけど、まあ、結局超えちゃったんですけど、まあ、ちょっとね、最後ら辺はね、こう2分、2分、2分みたいな感じでイメージして喋ってたんですけど、いや、でも本当に良かったです。まあ、皆さんね、もしよろしければ最後ね、好きなデザイナーさんとか、この人のこういう作品のこの部分好きだったとか、コメントに、あったらね、ぜひコメントよろしくお願いします。で、高評価とかね、チャンネル登録とか、マジで、必要ないんで、もうそんなのするぐらいだったら、ぜひね、このデザイナーさん、好きな人だけでもいいので、まあ、できたらね、全員フォローしてほしいんですけど、まあ、自分が気に入ったデザイナーさんとかがいたら、もうぜひフォローしてください。ということで、皆さんね、ありがとうございました。ということで、来年も良いお年をということで、お疲れ様です。